飛龍の剣スペシャルファイティングウォーズ。ファミコン史上初、本格格闘技シミュレーションがついに登場。君の育ったキャラクターで世界チャンピオンを目指せ。11種類のパラメーターによる驚異の成長システム、締め技、投げ技など80種の技で格闘技ゲームの最高峰を極めた飛龍の剣スペシャル。アクションゲームファンの期待に応え発売迫る。スーパーウルトラベースボール。抜群の操作性に加え、スーパーファミコンならではの大迫力プレイがすごい。シミュレーションからアクションまで楽しめ、監督モード、エディット機能、ペナントレースなど面白さ満載。まさに野球ゲームの決定版、スーパーウルトラベースボール、カルチャーブレインより近日発売。勇者の物語が今始まる。6つのロシファの魂を奪い返し、アルテアを救い出せ。パルソフトのメガドライブ第1弾、本格ファンタジーアクションシューティング、アンデッドライ。戦士レオンの物語はここから始まる。今までのアクションゲームを超えた名作、開発スタッフの熱意ビンビン伝えます。ギミック。新しいバットマン伝説が今ここに誕生する。全10ステージの驚異のアクションゲーム、ダイナマイトバットマン。変なキャラクター、変な敵、エリアに合わせて4匹の仲間を上手に操って戦う謎解きアクションゲーム、ヘベレ系。ルールは単純明快、しかし奥は海のように深い豪快パズルゲーム、ペスカトーレ。変幻自在の手に汗握るスクロール、迫力満点バトルフォーミュラー。あのボンバーキングをゲームボーイ版で再現、ボンバーキングシナリオ2。
スーパーファミコンをもっとユニークにもっとコミカルにポッパーズ。そしてイギリスからやってきた全120ステージの思考型アクションゲームレミングス。あのオファオファが再び立ち上がるメガドライブ版スーパーファンタジーゾーン。これはアドベンチャーか F1 か前代未聞のスーパークイズ。頭もうパニック。ゲームボーイの音をよりパワフルにするサウンドボーイ、そしてゲームギアの画面をスケールアップさせるワイドギアも登場。君はもうサンソフトから目が離せない。サンソフト。メルヘンタッチのキャラクターと変化に富んだ100ステージが君の頭脳に挑戦。湖に浮かぶ橋の上を主人公のダチョウオストリッチが元気いっぱいに跳ね回る、ユニークなシステムのパズルアクションゲーム、スプラッシュライクの登場です。アクションとパズル2つの要素が楽しめる CD ロム用ソフト、スプラッシュライク。本格化シューティング大旋風がオリジナルメーカー東亜プランの手によりカスタム化、ついに CD ロムに登場。東亜プランのスタッフによるグラフィックデザイン、ティーズミュージックが手掛けたアレンジバージョン BGM が戦いに彩りを添える CD ロム版大旋風カスタム。アスミックのスーパーファミコン第1弾、戦慄の 4D 超体感シューティングの登場だ。ディメンションフォース。ログインし、ホリー賞、キア賞、最優秀作品、知的パズルゲームの決定版、あのメガリットがゲームボーイ版で登場。空前の競馬ブームに乗ってついに出た完全勝ち馬予想シミュレーションゲーム、一発逆転デラックス馬券王。あのディワングラー自己中心派が度胸力パワーアップして帰ってきた。前作以上にすっごいキャラクターを引っ提げてバリバリ全開ってなもんだな。これがディワングラー自己中心派2ロン一発相撲。アドソンソフトプレゼンツ。まずは PC エンジンパワーイレブンから。モードは全部で4つ。並みいる強豪チームと総当たり、アドソンカップ。手に汗握る VS モード、ゴールの瞬間のあの感動 PK モード、そしてじっくり観戦ウォッチモード。ボールの動きに合わせた画面スクロールが見やすいプレーを楽しめます。6月21日5800円で発売。第7回キャラバン公式認定ソフトファイナルソルジャー、全7エリアのノーマルゲームはもちろんのこと、さらにプレイヤーを熱くさせる2分5分モードは今までにないスピード感と迫真の戦闘シーンで迫ります。またスピードによって時期が変形する加速変形システムを搭載。未来兵器に操られた過去の兵器軍との戦い、バラエティに富んだ興奮のボス戦、さあ君はこの戦いに勝てるか。ファイナルソルジャー、7月5日、6500円で発売。超バカ元気印、PC 原人2。正義のために、愛のために、今日もゆくゆく PC 原人。泣いて、笑って、噴火する PC 原人が完全パワーアップで帰ってまいりました。今回も、毎度おなじみ、根性のぼりをはじめ、
超ウルトラ C、大車輪、三角飛びなどオリンピック協会真っ青の荒技が続々登場。あっと驚く大仕掛けもいっぱいですよ。走り始めたらもうどうにも止まらない。我らがヒーロー PC 原人2は7月19日5800円で発売されるよ。 PC エンジン最後はパワーリーグ4、4人同時プレイ、ペナントレース、エディット機能ももちろんのこと、新たに球場が6つに増え、しかも野球ゲーム初ナイターもできるぞ。そしてちょっと一息つきたい時におトイレモード、攻撃守備をコンピューターに任せてしまおう。オートフィルダー、オートランナーも大いに役立つ機能ですよ。8月9日、6500円で発売。俺の名はコブラ、不死身の男さ。地獄へ行け。今よみがえる伝説の男、スペースアドベンチャーの傑作コブラ2、いよいよ登場。ロボ農業ソフト青龍伝説モンビット。ここは時代も場所もわからない不思議な世界。モンビット族を倒した邪帝ギールは地上の世界を5つに分割して世界を統治していた。そこで住民たちの期待を集めて旅立つのがモンビット族の少年とドラゴンのドララであった。話すや進むに従ってドララはたくましく育ってゆき、大大最強のドラゴンに成長していきます。とってもファンタジーな冒険 RPG、 青龍伝説モンビットは8月30日6800円で発売されます。スーパーグラフィックス用ソフト1941、 PC エンジン SG だからこそ成し得たスーパーアーケードゲームの名作がついに完全移植されました。このグラフィックスを見ていただければもうそれだけで十分分かってもらえるはずです。多彩な攻撃アクション、豊富なアイテム群、2人同時プレイ可能。1941は8月23日9800円で発売。ファミコンソフトボンバーマン2。あの爆弾野郎ボンバーマンがカムバック。森や山の中など全6エリア48ステージをクリアしていく一人でとことんノーマルモードをはじめ、敵キャラも思わぬ攻撃を仕掛けてくる2人で対決 VS モード、そして別売のジョイカードマーク2をつなげて究極のバトルロイヤル3人対戦バトルモードと、このボンバーマン2はぜひ一家に1本必要不可欠なアイテムですね。6月28日5800円で発売、ボンバーマン2でした。ゲームボーイ用ソフト時空戦記ムーン。嬉しいことにこのゲームでは主人公のキャラクターを自分で作れてしまうのです。つまりあなた好みのかっこいいですね顔にすることができるんですよ。こういうゲーム欲しかったでしょ。その他最大20人による5パーティー同時プレイ、新設セーブ機能もついて8月税込4500円で発売。スーパーファミコン第1弾アースライト。いよいよハドソンのスーパーファミコンが発売されによ。22世紀の宇宙機動艦隊戦をド迫力で実戦さながらに体験できるスーパーシミュレーションウォーゲームだ。ただ単にマップをクリアしていくだけじゃないからね、思いがけないイベントもあるよ。そしておなじみの音楽が34曲も詰まってるよ。お楽しみに。発売は9月、8500円だよ。 By ハドソン。横スクロールシューティングアクション、五稜を救出せよ。ゲームボーイチョップリフター2、6月21日発売。ミイラの呪いとは本当に面白いよ。もちろん3人の英国、まるで映画のようなアドベンチャーゲーム。僕はここ PC エンジン CD-ROM、 シャーロック・ホームズの探偵講座、6月28日発売。感動のアクションロールプレイングゲーム、アドルの新しい冒険が始まる。ファミコンソフトイース3、8月発売予定。映画そのままのストーリー、シネマトリックアクションアドベンチャー。アクションあり、シューティングあり、ファミコンソフトスターウォーズ。
待望のマルコゲームボーイの第2弾、漫画を読む感覚でゲームを進めていく新しいタイプのゲームです。おなじみのキャラクターが総登場して誰でも楽しめる内容が豪華3本立てのストーリーになっています。話題のごまちゃんが早くもゲームソフトで登場です。ゲームボーイ用ソフトはアシベを主人公にしたほのぼのロールプレイング。遊園地の5つのワールドを舞台にアシベ、ごまちゃん、スガオくんなど人気のキャラクターたちが大活躍します。少年アシベのファミコン用ゲーム、三色構成のアドベンチャーの中におなじみの登場人物がぎっしり詰まっています。果たしてアシベたちはネパールにいるスガオくんに会えるでしょうか。ファンタジーアクションゲーム、ココロン、シールドウェーブのデビューソフト。このゲーム最大の特徴は、プレイヤーのフェイス24種類、ボディ16種類、武器8種類を君が自由自在に組み合わせてプレイできるということ。ボディは種類によって空を駆け、水上を走る。武器も攻撃パターンにそれぞれの特徴を持っている。プレイヤーの君はこの不思議な世界の主人公。さらわれたお姫様を助け出すためにそれぞれのボディ能力を生かし、さまざまな武器を使って突き進むんだ。ココロン好評発売中、よろしく。いつも何かが新しいシールドウェーブ。ヒューマンインフォメーション。全16戦、男たちの熱いドラマが始まる。91年 F1 グランプリをコースからマシンセッティングに至るまでリアルに再現。メガドライブソフトファステスト1は定価7500円で6月28日発売。イベント、雑誌などでおなじみのちゃちゃまるさんの新たなる冒険、今度はアクションロールプレイングで活躍だ。ゲームボーイソフト「ちゃちゃまる冒険記3アビスの塔」は予価3900円で7月下旬発売。お楽しみに。ヒューマン、連れ去られた恋人を取り戻すための僕の大冒険。テキサスからニューヨークへ、アメリカ横断エクスプレスだよ。ビリー！ファミコンソフト、アルマジロ。パズニックにいよいよファミコンバージョンが登場します。さらにパズニックでは重力の方向を変化させてブロックを動かし、指定された手数内で全てのブロックを消していくグラブニックモードも楽しめます。パズニックは誰もが楽しめるファミコンゲームによるちょっとおしゃれな頭の体操です。悪の帝王を倒すための不思議の世界での大冒険、ロボッコウォーズは小さな英雄物語だ。さあ、ステージに合わせてシューティング、アクション、それぞれのテクニックを使い分けるニュータイプゲーム、ロボッコウォーズに期待してね。ゲームボーイソフトバトルギウスもよろしく。
全編音楽に飾られた迫真のファンタジーロマン。魔的伝説アストラリウスは音楽を武器にして強大な敵との戦いを繰り広げていくニュータイプのロールプレイング巨編です。まさに超大作と呼ぶにふさわしいスケールと感動を連れて魔的伝説アストラリウスが登場します。今話題の競馬がゲームボーイ用ソフトになって新発売、メサイアのウィーナーズホース。ただゲームで遊ぶだけでなく、競馬新聞などからデータを入力して実際のレースの予想ができるモードまで搭載した優れものだ。それでは早速その特徴をご紹介しよう。まずはゲームモード。騎手としてのレースの駆け引きや馬主になった時の気分まで味わえるんだ。レースはまず馬選びから、個性あふれる6頭の中から好みの馬を選ぼう。もう最初のうちはなかなか勝てないかもしれない。ウィーナーズホース、9月20日バックアップ機能付き4000円で発売予定。スーパーファミコンがイースに新たな命を吹き込む、リアルファイティング RPG イース3。スーパーファミコンで新登場。ダンキーハウス。それはレドモントの街から始まった。スーパーファミコンがイースに新たな命を吹き込む、リアルファイティング RPG イース3。スーパーファミコンで新登場。ダンキーハウス。ゲームファン待望、スーパーファミコン専用のコントロールパッドが登場。スーパーファミコンの全てのコントロールスイッチに連射機能とオート連射機能がついた。スローモーションも可能。激ムズシューティングもこれでクリアだ。スーパーファミコン専用アスキーパッド。あのウィザードリーがついにゲームボーイ版で登場。新システムの導入で
ウィザードリーは新たによみがえった。ウィザードリーガイデン1。戦うことを運命づけられたプロトン帝国とアルゴン連合国、艦隊を指揮し敵艦隊を撃破せよ。本格海戦シミュレーション、フリートコマンダー VS。F1 の人気は近年かなりの勢いで上がってきている。その理由の一つとして中島悟選手の活躍が挙げられるだろう。中島悟 F1 ヒーローシリーズはその中島悟氏の監修に基づいて制作されている。リアルさ、忠実さにおいて F1 ゲーム中最高峰に位置すると言えるのではないだろうか。うちのやんちゃには無理ね。やんちゃ丸、カエル変化、ゾウ変化、はちゃめちゃおましろファミコンソフト、解決やんちゃ丸2。アイレム。ああ、いない。うちのやんちゃどこ行ったのかしら。さあイデを助けろ。面白時代活劇元祖やんちゃ丸。僕たちが滅びるのは明日かもしれない。超体験シューティングスーパー R タイプ、ついに登場。アイレム。スーカー8体6台サーキットが体験できる。スリック、ハイグリッド、ハード、パーツセレクトもできる。対戦ゲームもできる。実感PC エンジン、レーシング魂。アイレム。麻薬シンジケート撲滅の秘密指令を受け、マンハッタンにやってきたトーマスを待ち受けていたものは、ファミコンソフトスパルタン X2。 宇宙からやってきた無限エネルギーを生む不思議な石ルビトンをめぐって、僕らのパーマン大活躍が始まる。ファミコンソフトパーマンパート2。アーケードゲームで大ヒットの原産がファミコンで登場。スーパー江戸っ子アクションゲーム大工の原産。来春公開、超大作映画のスーパーファミコン化決定、ダイナウォーズ。人気テレビアニメのファミコン版、太陽の勇者ファイバード。アイレム。ロールプレイングゲームアリサ2は障害物を自動的に避けるパジーシステムを搭載。前作アリサの 1.5 倍という広大なマップでも移動は簡単。その上とてもゲームボーイとは思えない美しいグラフィックで、成長したマテリアが君に優しく微笑んでくれるのです。さまざまな仕掛けやモンスターが次々に登場する戦闘シーンでは独自のアニメーションビジュアルが見もの。新しいお楽しみがいっぱいのアリサ2で、君も冒険の旅に出発。信長後期はゲームボーイ初の日本全国版戦国シミュレーションゲーム。
漢字表記や個性的な武将データ、本格シミュレーションゲーム信長後期をよろしく。全米でロングセラーのスーパーコミックアベンジャーズがファミコンになって登場。戦略要素とパズル要素とアスレチック要素の三者合体。強いだけじゃ男じゃない、頭を使って敵をやっつけろ。アメリカ最大の危機を救うのはそう君しかいない。君がホークアイだ、キャプテンアメリカだ。データイースト発アベンジャーズ、91年9月発売予定。奥が深く長く遊べるよ。データイーストが送るスーパーファミコンゲーム第1弾、ジョー&マック。一生の分投げコンボでボンボン、空飛ぶ恐竜マンモスも二人にはとっても手強いが力を合わせて頑張ろう。ニックキよそ者どもをやっつけて娘を救い出せ。業務用で大好評のジョー&マック。スーパーファミコンならではのキャラクターステージも満載して91年10月発売予定。二人同時プレイ、ジョー&マック。はい、今年もやってまいりましたナムコの季節。91年夏ナムコットニューゲームライブラリー。ねえねえ、今年はどんなゲームが出てくるのかな。ナムコのことだからトカンとやってくれるよきっと。それではこの夏お送りするナムコットの新製品7タイトル一挙同時大公開。まず最初はメガドライブ用ロムカセット、マーベルランド。あー知ってる、ゲームセンターで見た。そう、地底の悪漢モールに捕らえられた妖精たちを救うため立ち上がったのがドラゴン族の王子パコ。飛んだり跳ねたり可愛いの。でも本格的なアクションゲームなんだ。一度始めたらもうコントローラーが離せない。あ、ちょっとちょっと私にも貸して。あーちょっと待って。あ、もう貸して。まだ途中なのに。あなたもマーベルランドへ遊びにおいで。さてお次はメガドライブ用ロムカセット球界道中記。お、野球ゲームのニューフェイスだね。見て見て、ピッチャーもキャッチャーもみんなタロスケなの。はあ、ほんとだ、変わってるね。変わってるのはそれだけじゃないのよ。操作感もグラフィックも迫力もこれまでの野球ゲームをはるかに上回るの。しかもナムコの投射比較。え、ナムコの投射比較とするとものすごいんじゃない。はっきり言ってものすごいです。お次にご紹介いたしますのは何何？ファミリーコンピュータ用ロムカセットファミリーサーキット91。タイムリーなゲームですね。今度のファミリーサーキット91はサーキットに合わせてマシーンのセッティングがこれでも勝手くらいにできるんだ。あー、リアルなんだ。このゲームならドライバー、メカニック、チーム監督の一人三役まとめて楽しめる。燃えるぞー。燃えてる、消火器消火器。あっちー、円数のあなたにおすすめ。続いての登場は私の大好きなワギャンランドがゲームギアで新登場。ゲームギアでならどこでも遊べるな。そうなの。どんなゲーム？あのドクターデビルがワギャンランドに帰ってきてワギャンにリターンマッチを挑む。ああ、中年はしつこいからな。ゲームギアユーザーならこれは買いね。ねえねえ、君ならどこで遊ぶの？可愛いから抱いて寝るの。ワギャンになりたい。ねえ、次は何？ヘイ、全国の ATV レースファン、お待たせしましたぜ。メガドライブ用ロムカセットメガトラックス。 ATV って何？オーマイハニー、いい質問だ。タイヤが4つあるオフロードバイク、
アメリカで大人気なんだぜベイビー。うん、アクセル吹かしたい。コーナーじゃそりゃもうカウンター大会さ。ドリフトフリークにはたまんない一本だぜ。エブリボデジャンプもできるんだ。さあメガトラックスで僕と一緒にエンジョイしようぜ。オイエイ。大丈夫、次は PC エンジン用ロムカードワールドジョッキー。お、競馬か、どの馬にしようかな。なんと4人同時プレイが可能なの。へー、じゃあ一緒にやろう。一緒に。やだよ。チェ、いいもん、一人でやったって面白いもん。私と一緒にワールドジョッキーしてくれる人募集してます。ねえ、やっぱり一緒に遊ぼうよ。晩ご飯おごるから。最後の登場はファミリーコンピュータ用ロムカセット、ちびまる子ちゃんウキウキショッピング。あ、まるちゃんだ。まるちゃんたちの清水市内お買い物競争なんだよ。スゴロク型のパーティーゲームなのね。いいな、早く遊びたいな。4人まで参加できるからみんなでワイワイ楽しめるんだよ。じゃあ私と一緒に遊びましょう。ほんと、遊ぼう遊ぼう。というわけで91年夏ナムコットニューゲームライブラリーいかがですか。ゲームは心のオアシスです。たっぷり楽しんでちょうだいね。とそれでは隅から隅までズズズイッとよろしくね。平和のためならば僕は戦う。戦士ナセルよ、そちが出会う幾多の出来事、それすべて神のおぼし召し。ジーチ、ダン、助けてナセル、あなたが頼りです。貴様らの自由にさせるか。黙れ人の子が、貴様などに私の野望は崩せぬわ。 X68000 大ヒット作品ラグーンがスーパーファミコン用ソフトとして登場。リアルグラフィックとリアルサウンドで迫るアクションロールプレイングゲーム。戦うべき時が来た。スーパーファミコン用ソフトラグーン、この秋発売予定。天下で君たちを倒してやる。熱血高校ドッジボール部、強敵ドッジソルジャーの巻。テクノス。東亜プランが未だかつてないスケールでお送りするネオサイバーシューティングゲーム、ゼロウィング。果たして君はこの美しい銀河系の平和を取り戻すことができるのか。戦え、ゼロウィング。銀河系の平和のために。この春メガドライブに新たなドラマが生まれる。アーケードでも大人気だった東亜プランのスノープラザーズがついに帰ってきた。
スノーランドを舞台に繰り広げられる愛と冒険の物語。果たしてニックとトムはスノーランドの平和を取り戻すことができるのか。物語の結末は君の手にかかっている。東亜プランが送るファンタジーアドベンチャースノープラザーズ、いよいよこの夏登場だ。東亜プラン。邪神の力が悪空間に解き放たれる。生死の境は刃の上のタイトロープ。命を超えた戦いが今始まる。激闘昇天、忍者龍拳伝3、黄泉の箱舟、テクモ、テアンディ。アニメでおなじみのミラクルワールドがファミコンソフトに。こいつが噂のテアンデ。